みんな何しようと、こんにちは、ブラクラです。今回は JR 九州の IC カードスゴカを使用した通称スゴカ大回りをやってみました。まず大回り乗車って何という方はこちら基礎編の動画をご覧ください。そして今回の大回りで使用した特例はこちら応用編の動画にもまとめております。北九州市の南小倉駅から城野駅まで170円で乗り続けた動画です。ルールを正しく理解して、ぜひ JR 九州の鉄道旅行に興味を持っていただければ幸いです。私、北九州市民ブラクラのこのチャンネル、ブラクラスクランブルでは福岡を中心としたスライドも使った乗り物動画を作っております。他の動画も合わせてご覧いただいて、乗り物に興味を持っていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ここは福岡県北九州市小倉北区の JR 南小倉駅です。ここをスタートして隣の城野駅をゴールとする片道170円のスゴカ大回りに行ってきます。最初の乗車は南小倉駅8時26分発の小倉行きです。テロップでは快速としていますが、実は日田彦山線から城野駅経由で直通してきたディーゼルカーの2両ワンマン列車です。さて、私は西小倉駅を通過してしまいました。大回り乗車なのに早速西小倉駅から小倉駅を折り返し乗車することになります。これルール違反のように思いますが、実はこの区間は一方もしくは両方で西小倉駅を通過する列車に乗れば折り返し重複乗車することができます。小倉駅からは特急ソニック8号博多行き883系車両の7号車自由席、思っていたより空いていました。スゴカ大回り乗車中も特急券を買えば特急列車に乗車できます。今回使った特急券は全て事前に買っておきました。小倉駅から博多駅の自由席特急券は乗車前に買っておけば600円です。2022年4月から JR 九州の一部特急列車にも車内料金が導入されました。列車に乗るときはよく計画を立てて、必要な切符は乗車前に購入しましょう。すいません、ご注意ください。博多駅にも帝国に到着し、窓からは真っ黒な特急36+3の姿を見ることができました。さて、この特急36+3は曜日によって運行ルートが異なりまして、博多駅から熊本駅、鹿児島中央駅へは木曜日のみ運行されます。そして1週間かけて九州を一周する間に小倉駅で進行方向が変わるので、週によって6両編成の1号車が先頭、または6号車が先頭と異なります。乗車当日の2022年5月5日は6号車が先頭でした。特急36+3は個室とグリーン席で構成される全席指定の列車で、そのうち5号車と6号車のグリーン席は JR 九州インターネット予約でも購入することができます。今回の私は6号車に乗車しました。6号車は畳敷きで専用の靴箱に靴を入れて乗ります。こちらについては別に動画を投稿しておりますので、ぜひご覧ください。36番目に大きい島、九州を5日間にわたり35個の駅灯籠を乗せて走行してまいります。スゴカ大回りなので乗車券は170円ですが、博多駅から熊本駅まで特急券とグリーン券が5100円、決して安くはありません。かつての特急ツバメのごとく鳥栖、久留米、大牟田と通りますが、特急36+3はこれらの駅を通過していきます。足元にご注意ください。列車は間もなく博多駅から最初の停車駅、玉名駅です。玉名駅には36+3を歓迎する多くの方がいらっしゃいました。こちら玉名駅はおもてなし停車駅です。列車からホームには降りられますが、改札口を出ることはできません。
駅の発車案内表にはこの列車は載っておりますが、同様に玉田駅から新たに乗車することはできません。玉田駅のホームではたくさんの物販が行われていて、私もふりかけや天ぷらなどいろいろ買いました。玉田駅に20分停車した後、帝国で発車していきました。時同じくして上り線には熊本発鳥栖行きの SL 人吉も入ってきました。特急36プラス3には車内販売、乗車記念スタンプ、そして誰でも入れるマルチカーがあります。玉田駅から約20分、列車は間もなく熊本駅に到着です。熊本駅に10分停車した後、肥薩オレンジ鉄道を通って鹿児島中央駅へ向かいます。私は須郷か大回り中ですので名残惜しいですが、ここで降ります。特急36プラス3の最後に週によって車両の向きが異なるということは、同じホームでのドアの位置が週によって変わります。多くの方に見守られ、鹿児島に向けて行ってらっしゃい。さて、私は11時50分に熊本駅に到着したんですが、次に乗ります大分方面の列車は15時5分発、約3時間後です。もちろんこの間は改札を出ることはできません。仮に普通列車で阿蘇方面に移動していたとしても、結果的にこの15時5分発の特急列車が大分駅に最も早く着くことになるので、熊本駅の改札内のベンチに座ってくまモンさんと一緒にしばし待つことにしました。改札内の駅構内は涼しかったので、思っていたよりはまあ快適でしたね。私事ですが、かつて2年間熊本駅近くに住んでいました。駅の中から見える熊本の路線バスが懐かしく感じられました。熊本といえば八代のいぐさ、ベンチもくまモンの刺繍が施された畳でした。まもなく列車の発車時間です。 JR 九州の多くの特急列車では車内販売がないので、水分をしっかり確保しておきましょう。豊肥本線の九州横断特急、別府駅までの 160.1km を3時間9分かけて結びます。停車駅表示もこんなに長々と続きます。車両は赤色のキハ185系車両の2両編成、進行方向側の1号車が指定席、後ろ側の2号車が自由席で、グリーン席の設定はありません。運転席にも表示されてある通りの運転士さんがドア開閉も行うワンマン運行です。先ほどのソニック36プラス3に続き、乗車券に比べて指定席特急券が相変わらず高い旅行です。最後まで運転手さんお一人だけの運行で、乗車券や特急券の検査はありませんでした。列車は水前寺肥後大津と走って立野駅を帝国で発車しました。ここの名物は全国でも珍しい3段式のスイッチバックであって、立野駅から少しだけ後ろ向きに出発、やがて列車は再び進行方向を変えて阿蘇方面へどん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 登っていきます。豊肥本線は全線が単線で、この日は大分から阿蘇に向けての特急阿蘇ボーイが5分ほど遅れていました。そのため途中の豊後扇駅からは先は運行が遅れ始めて、木々が生い茂る山の中をディーゼルカーのキハ185系車両はエンジンをうならせながら高速でどんどん走っていきました。ここでちょっと当日の九州横断特急について小話にお付き合いください。この便はほぼ全区間で指定席、自由席とも席が埋まっておりまして、特に阿蘇駅などでお客さんの多くが入れ替わりました。私は窓際席が良かったんですが、どうしても取れずに当日通路側で、ならばとこんな感じで全面展望を眺めたりしました。
まあ、旅行に行く前に窓際じゃないしなと思っていたものですけども、まあ、いざ乗ってしまえばですね、そこでまた新しい楽しさに見つけられるものです。最大5分ほど遅れていた列車も大分駅には定刻で到着しました。ここで多くのお客様が降りていきまして、最後の大分駅から別府駅までは空席も随分目立ちました。そういえばこの九州横断特急3号は2022年9月のダイヤ改正で大分駅までの運行に短縮されます。この列車に乗っていたお客さんみんな特急券を持っていたんだろうかと思いながら、ディーゼルカーから車窓右手の別府湾をのんびりと眺めていました。別府駅には定刻に到着しました。この時間帯にキハ185系車両が別府駅に停車する姿ももしかしたら見納めかもしれません。別府に来たなら温泉なんて入りたいものですが、滞在時間6分ですぐさま北上です。別府駅から乗る特急ソニックも青い883系車両。よく見てみると AO16 編成ですね。先ほど小倉駅から博多駅まで乗ったソニックと同じ編成です。ただ今回は1号車の指定席、7号車と違って1号車にはモバイルコンセントがあります。1日ずっと列車に乗り続けて、車窓右手の東側には夕日が沈む時間になりました。振り子式特急ソニックはカーブもあまり減速せずにどん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 走っていきます。別府駅から 95.8km、 行橋駅に19時過ぎに到着して、さすがにもう暗くなりました。特急列車での移動はここまでで、いよいよ最後の普通列車での移動です。近年日豊本線の普通列車も813系車両の座席撤去車がどんどん導入されていますが、下関行きとくれば関門トンネルを通れる車両はこの415系車両のみなので、まあ座れるだろうなとは思いました。まもなく須岡大回りのゴール城野駅に到着。改札機に須岡をタッチする瞬間が刻一刻と迫ってきました。まあいざ出発したら案外あっという間に到着した、まあそんな気分でした。さて最後の難関です。須岡をタッチしたらちゃんと出られるでしょうか。入場から11時間半、さらに城野駅の駅員さんもいない時間です。すみません、須岡の大回り乗車をしていて時間切れになっちゃったようなんですけども、係員にお見せくださいっていうエラーが出たんですけど。あ、申し訳ございません。ではですね、今ちょっとこちら遠隔地のコールセンターにつながっておりまして、はい、こちらで IC カードの状態の確認が申し訳ございませんできないんですよ。はいはい。なので恐れ入れますけれども、後日駅係員のいる駅ご利用の際に、はい、IC カードを係員にお渡しいただいて、はい、入場のデータの取り消しを行っていただいてもよろしいですか。あ、わかりました。はい。というわけで、正しく須岡が出場されていない状態のまま城野駅の外に出てしまいました。どうもこのままだとモヤモヤしてしまいますので、このまま小倉駅に移動してみました。それでは改めて小倉駅の改札口へ行きましょう。なんとか工程を細かく説明したところ、駅員さんかなり渋々ですがちゃんと精算してくれました。皆様貴重なお時間いただきまして、ここまで動画ご覧いただきありがとうございます。南小倉駅から城野駅までの170円須岡大回り乗車まとめてみました。170円で 463.9 キロ、11時間20分かけて大回りしました。
で、特急券を買えば特急列車に乗ることができます。そして西小倉駅の通過などの特例もあります。このようなルールをよく理解して自分の行程をいつでも説明できるようにしましょう。最後、小倉駅で、工程の説明などかなり時間がかかったんですけども、これはルールを正しくよく理解しておけば、これは正しい乗車です。私は正しく乗車していると自信を持った態度でいろいろ旅行を楽しんでいきましょう。ここ最近ありがたいことに、本当に多くのコメントいただいております。動画への一つ一つのコメントが次の動画作成の励みになります。ここが面白い、ここは分かりにくい、またぜひお気軽にコメントください。ツイッターも随時更新しております。それではまたの機会お会いいたしましょう。北九州市民ブラクラでした。